インターロイキンマイナス5とは、サイトカインの一種であり、液性免疫を制御する巣にサイトカインである。イルマイナス5は当初、T 細胞由来 B 細胞増殖分解因子として発見された液性因子であり、抗酸球分解因子、イガ酸性促進因子などの名称でも呼ばれたが、後に、これらは全て同一の物質であることが分かった。通常に状態を形成して機能し、 単量体では、生理活性を示さない点が特徴的である。抗酸球に対して、主に作用を示し、分化、増殖を引き起こす。人の遺伝子では5番染色体に、L、イルマイナス3や、L、イルマイナス4、GMCSF などの遺伝子が近接して存在している。その中で、L、イルマイナス5をコードする遺伝子は5級31.1に位置しており、4つのエキソンから構成される。 イルマイナス5遺伝子のプロモーター領域には、NF、カッパ B や AP マイナス1、NFAT などの転写因子が結合する配列が存在し、イルマイナス5の転写を制御している。二両体を形成するインターロイキンマイナス5。各分子内には、アルファヘリックス構造を4つ有している。イルマイナス5の CDNA は1986年に、マウス T 細胞からクローニングが行われ、 引き続いてト T 細胞系白血病細胞からいるマイナス 5CDNA の管理が行われた。トイルマイナス 5CDNA は134個のアミノ酸をコードしているが、そのうち19個はリーダー配列である。残りがコーディング配列であり、115個のアミノ酸からなる成熟イルマイナス5をコードする。分子量は45から 60K だと幅広いが、 これは、倒差負荷が原因である。イルマイナス5は、主に両体を形成することが知られており、イルマイナス5分子間のジスルフィド結合によるものである。イルマイナス5の構造中には4つの、アルファーヘリックス構造からなる、ヘリックスバンドル構造を含み、それぞれのアルファーヘリックスは、網の元側末端から、A、B、C 及び D と呼ばれる。各ヘリックス間には、 ループ構造が挟まれており、ヘリックス A とヘリックス B、ヘリックス C とヘリックス D は、やや長めのループ1及び、ループ3により繋がれている。一方で、ヘリックス B とヘリックス C をつなぐ、ループ2は、短いターン構造である。カルボキシル元側にある領域は、人いるマイナス5と、マウスいるマイナス5の間で、よく保存されており、口実するいるマイナス5需要体との結合に関与する。 イルマイナス5受容体はタイプアイサイトカイン受容体ファミリーに属する細胞膜上に存在するタンパク質複合体である。イルマイナス5受容体はイルマイナス5受容体 α 差と β 差からなるヘテロに両体であり、β 差はイルマイナス3受容体と GMCSF 受容体と共有であることから共通 β 差とも呼ばれる。イルマイナス5に対する結合特異性は アルファーサによって規定されており、アルファーサは、L、イルマイナス5に対して、低親和性であるのに対して、ベータシ差はそれ自体結合能を有していない。しかし、アルファーサとベータシ差が複合体を形成した場合に、イルマイナス5に対して高い親和性を示すようになる。いずれの鎖も細胞外ドメインと、膜貫通ドメイン、細胞内ドメインから構成されており、細胞内ドメインに、 シグナル伝達分子が結合して、シグナルが発生する。イルマイナス5受容体の選択的スプライシング産物である、可用性イルマイナス5受容体 α 差もまたイルマイナス5との結合能を有しているが、シルマイナス5ある α 差は、βC 差と親和性がない。受容体の細胞外ドメインにリガンドであるイルマイナス5が結合すると、α 差及び、 ベータシーサー細胞内ドメインに存在する特定のチロシン残機にリン酸化が生じ、それに引き続いて、手術のシグナル伝達経路の活性化を引き起こす。イルマイナス5によって活性化される経路として、ラス、マップキナーゼ経路、ジャックスタット経路、パイサンキナーゼ経路、SRC ファミリーキナーゼなどが知られている。イルマイナス5の標的細胞及び作用は、マウスと人とでは異なる。 マウスでは、抗酸球と B 細胞に作用するが、人では、抗酸球及び抗塩気球に作用し、B 細胞に対する作用は弱い。イルマイナス5の作用の一つとして、B 細胞の発生、分化が挙げられる。クラススイッチが終了した分泌型医が陽性、B 細胞が抗体酸性能を有する形質細胞に、 最終分化する段階に、スニサイトカインであるイルマイナス5及びイルマイナス6が関与している。また、抗酸玉は、抗中球と同様に、CD34 陽性増血線入細胞由来の細胞であるが、イルマイナス5が作用することにより、線入細胞から抗酸球へと分化誘導が引き起こされることが知られている。分化の過程を終えた酸球に対しても作用し、 骨髄から血中への動員を行う。アレルギー疾患である、気管支喘息では、気道組織への抗酸球浸潤に、イルマイナス5が関与している。いずれも、抗イルマイナス5モノクローナル抗体である。アズマ C、ナベ T、コニシ M、ナシ T、ノーマ T、松田海、ヤオイタ Y、高津 K、ホマーストルーム L、スミス CI、イアル。 クローニング・オブ・シー・ディ・ナ・エイ・ホー・ヒューマン・ティー、セル・リプラッシング、ファクター・コンパリソン・ウィズ・ザ・ミュリン・ホモローグ、エニシエル・アセ・ズレス14、9149から58、プミド3024129キナシ・ティー、原田・ N、セベリンソン・ E、田辺・ T、シダリス・ P、コニシ・ M、アズマ・ C、富永・ A、バーステッドリンド・クビスト・ S、高橋・ M、イアル、 クローニングオブコンプリメンタリー DNA エンコーディング T セルリプラッシングファクターアイデンティティーィズビーセルグロースファクター2ネイジャー32470から73プミド3百2万4 0 0宮島ューミヤジマ a オゴロチティ坂巻 K リセプターズフォーグランヤロサイトマクリフイチコロニースティミオレイティングファクターインターロイキンマイナス3 アンドインターロイキンマイナス5ブラッド八十二2九百六十から七十四プミド八百四十万二百四十九ポールフレマン R.T. コリンズ P.D. セバス NJ ロースリー S ウィリアムズ TJ アンドランキング SM メカニズムソオブアキュートヤシナフィルムオーボロゼーションフロムザボーンマルオスティメオーレイテッドバイ,インターロイキン5ザロールオブスペシフィックアドジアンマラクルズアンド ホスファティディロナセタール酸キナセ JEXPMED188 1621から32プミド980万2974ありがとうございます